最大静脈は、単にへそ静脈ともいい、胎児期において胎盤から胎児へ血液を送る静脈。へそを通って、胎児の体内に入り、肝臓の下で門脈、または下大静脈に交流する。最大動脈は2本であるが最大静脈は1本である。最大内では、最大動脈と螺旋を描くように絡み合っている。名前は静脈であるが、中を流れる血液は、 酸素分圧が高い動脈血である。最大脈脈は、重毛膜での胎児と母体の血液交換によって、得られた酸素と栄養分に富んだ血液を運ぶ。胎児の肝循環の3分の2以上は、門脈本管を経由し、残りは、左門脈から静脈管を経由して下大静脈に、シャンとされ、最終的には、胎児の右心房に送られる。通常、 最大動脈が閉鎖した後に最体静脈が閉鎖する。これにより胎盤と胎児の心臓の連絡が長くなり、残った血液を胎盤から胎児に自動輸血することができる。生後1週間以内に新生児の最大静脈は完全に消失し、その代わりに肝炎作と呼ばれる繊維質の紐が伸びる。この人体は最大から肝門部まで伸びており、 カンカ肝ン上マ状膜と結合して、左肝用の S4 と S2S3 等を分けている。新生児では、生後1週間以上は、最大静脈が改造している。この最大静脈にカテーテルを留置して、迅速に静脈にアクセスすることができる。赤が急症や、溶血性疾患の場合、定期的な輸血を行う場所として使用することができる。また、 中心静脈圧を測定するためのルートにもなる。ありがとうございます。